それでは小沢一郎代表の定例の記者会見を始めたいと思います。はい、冒頭代表よろしいでしょうか。はい、それではご質問のある方は挙手の上社名お名前をおっしゃってからご質問をお願いいたします。NHK の宮里です。よろしくお願いします。法案の対応で1点お伺いしたいんですが、政府がこの国会で重要課題の一つにします地方創生の関連法案ですが、まあ、改めてこの法案についての代表の見解をお伺いしたいのとですね、明日にもまあ委員会で採決という話もあるようなんですが、党としてこの法案賛否どのように対応されるかという点をお聞かせください。はい、そのちょうどその問題が今幹事会で議論されましたが、あの結論としては反対と。まあ創生人物なんとかかんとかって言葉面だけ並べてありますが、何ら今の行政と変わるものは一つもないと。全く中身のない言葉だけの法律案ですので、賛成するわけにはいかないということで、他のまあ各党も反対なのかな、あの我々としては反対するということに決定いたしました。はい、他にご質問いかがでしょうか。いいかな。はい、たびたび先生、また別件ですけれども、先週末日銀がですね、追加の金融緩和を決定しまして、まあ株価1万7000円台回復で、まあ、円安は進んでいるという状況ですが、まあ、この日銀の今回の判断、についてはどのようにお考えになるかお聞かせください。旧来の緩和策として、日銀が大量に国債を買っていたと、まあ、言い換えれば お金をどんどん印刷して市中にっつっても、まあ、一般の人に流れずに、まあ、金融機関等で、ジャブジャブお金をさせるという緩和策でしたけれども、まあ、今度はさらにそれを量的に80兆円っつったかまでやると、それからその他の有価証券も買い入れるということでもって、まあ当面消費税を上げるために何でもやるということのようですが、このツケは非常に国民生活に大きく跳ね返ってくるだろうと思っております。本当に、ヨーロッパあるいはアメリカの経済も必ずしも完全に、回復しているとは言い難い中で、日本の国内需要も個人消費も引っ込んでる落ち込んでいるわけですので、このような人為的な消費税上げるだけの目的でのある意味異常な日銀のやり方ですので、心配をいたしております。ただその国民には遠目は分からないもんですから、何がどうなってんだか、株が上がったということだけで、まあその一部の人が喜ぶということにはなりますけれども、大変将来、心配をいたして、おります。まあ、結局付けを払うのは国民ですから、まあ、国民自身が判断することでは ありますけれども、まさにこれも戦時国債みたいな話になっちゃってね、この新発債を買わないというだけで、前にも言ってますけれども、市場を通した形にして、日銀が買っているということですので、法律にも基本的に違反するやり方ですし、実質はね、形はそうじゃなくしてるけれども、
日銀引き受けの赤字国債ということに、まあ、事実上なっちゃいますから、非常に、異常な状態だと思います。ですからこういうことを決めるのに5対4というのは非常に珍しい。やっぱり、事実上反対した人が半分いるということになりますから、それを物語っているのではないかと思います。はい、他にご質問よろしいでしょうか。テレビ朝日の小池と申します。まあ、この消費税の話前になって、与党の一部からはですね、与党の一部からは早期の解散を求める声も、まあ、にわかに上がってきているんですけれども、はい、その生活の党として、まあ、選挙区調整などもまだ今後野党全体としても始まったばかりだと思いますけれども、この時期に、まあ、早期解散という声が出ていることに対して代表どのようにお考えでしょうか。まあ、何でも言うことは自由だからね、言ったって構わないんですけども、我々としてはもう常にもう先輩からずっと教えられてきている通り、常在戦場、衆議院は常に選挙に戦いに備えていなくてはならないという心構えでやっているはずですので、みんな、いつあってもそれは内閣が決めることですので、それに従って、選挙戦に臨むということ以外ないんで、もう、まあ、今まあ、あとはそれが答えで、あとは個人的な感想だけ言えば、今選挙やって自民党どうするの？まあ、勝つだろうけど増えはしないだろう。だから なんで選挙という声が出るのかちょっと僕はよくわからないね。メディアが言ってんじゃないの？そうじゃない？自民党はまともな顔して言ってんの？そう、僕にはわかりません。はい、他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、ありがとう。